こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、塵も積もれば山となるっていうのは、これね、インターネットとか始まる前からある言葉なんで、多分どの道にも通用すると思うんですよね。やっぱちっちゃな努力を積み重ねていくことで大きな力になる。逆に言うとね、大きな力ってちっちゃな努力の積み重ねでしかないと思うんですよ。なんかブレイクしたように見えて、なんかいきなりね、一発屋みたいに当たったように見えて、その一発を作るためにものすごくね、日夜研究したりとかね、日々日進月歩してると思うんですよ。だからなんかね、これ自分で意識をして、これをやり続けてるぞってものがない限りはどこに行ってもブレイクしないんですよね。で、私はFX の例にとると1年間ですよ。1年間全く勝てなかったんですよ、 FX で。それが2017年1年間全部を使ったんですけども、ここで負け続けてやめたら棒に振っちゃうんですけども、2018年からはプラスに転じたんですよね。で、 FX でプラスに転じるってことはどういうことかって言ったら、基本的にもうね、一生負けないんですよ、これ。だって同じ理論理屈でやってますからね。で、どうして勝てるようになったかっていうと、負けを積み上げていったからなんですよ。なんで負けたのかとか、どういう時に自分の心理状態が悪くなったのかとか、どういうふうに投げやりになったのか、どういう時に余計な資金突っ込んできたのか、どういうリスクヘッジをしてなかったのかって、これ全て積み上がっていって、1年間ね、1年間自分の失敗を振り返って積み上げて、こうなったら失敗するんじゃないかなっていうふうな、成功の法則ではないんですけども、失敗の法則にたくさん気づいたってことなんですよね。で、トライすると大体ね、うまくいかないし、計画通りにいかないし、裏切られたりとか資金失ったりするんですよ。だからそれを恐れずにずっとやっていくと、どういうタイミングで自分がこけるのかってことが分かるんで、どんどん進んでいくのかなと思いますし、新しいね、失敗を恐れなくなりますよね。もうなんかこう再起不能みたいなダメージを受けても、でも今まで再起不能から来たしなっていう、なんかある意味開き直りが、その塵も積もればには入ってるのかなと思うんで、これに対して自分は意識を込めて日々積み上げてきたぞってものがない限りは、どんなチャンスが来てもつかめないんだろうなと思いますし、何をね、見てもチャンスに見えないんだろうなと思うんですよ。まさに塵も積もればっていうのは、昔から言えることで、で、インターネットの時代になって、なんでこれがね、まさにクローズアップされたかっていうと、インターネットって蓄積されるんですよね、アウトプットしたものが。 YouTube にしてもブログにしても SNS にしても、書いた記事が消えないんですよ。だからずっと積み上がっていくんですよ。で、その分だけ SEO が厚くなっていくってことなんですよ。だからアウトプットが少ない方っていうのは、その SEO 的にはものすごく弱いんで、なかなかブレイクしないということもありますし、せっかく一発当たった時でも自分の過去のログが見られないんで、広がっていかないんですよね。で、そういった意味で、私がね、やってる、作戦といったらえげつないんですけども、その隠居 TV とかやって、こうやって毎日毎日放送している時に、この人はどうやって暮らしてんだろうってね、どんな仕事してんだろうとか、どんな投資を知ってるのかなっていうふうに興味を持ってもらえたら、そこまでで私の仕事は終わりなわけですよ。あとは問い合わせが来て、それに対して定型文の返信をして、それからワントゥーワンの動画を撮ってですね、人の心を掴んで、あとは実際に会いに行ったり会いに来てもらったりってことをやっていくっていう流れが起きるわけなんですよね。私の方から会いませんかっていうことはないんですけども、ありがたいことに多くの方が私の動画に興味を持ってくださって、で、会いに来てくださる、もしくは私が出かけていったら会ってくださるっていう流れができますんで、これもだから塵も積もればなんですよね。吉田さんも言ってくださいますけども、2013年なんて私は麻雀店の経営をしてたわけですよね。2015年までやってたわけなんですよ。でも麻雀店の経営をしながら新しい人に会うってことはやめなかったですね。もちろんお店に行けば新規さんっていうのはたまに来るんですけども、お店の新規さんよりも私が個人的に会う人の方が爆速で多かったわけなんですよ。でもそれは会っていただけるようなアウトプットをたくさん繰り返していった結果なんですよね。でも私のことなんでね、誰も知らないわけですから、こちらから出かけていかないと、こちらから発信していかないと知られることがないんですよ。さあ、そこでね、積み上げているのかいないのかわからない方、自分が会いたい人になっているかなと、自分がいきなりね、連絡が来て会いたいんですけどって言われるような種をまいてるかなってことをちょっと振り返ってみると、それが多分ね、塵も積もればの一つになってるんじゃないかなと思うんですよ。さあ、塵を詰めているのか、それとも塵すら積もらせていないのか、重大な決断が来るところじゃないですかね。それでは、いってらっしゃい。